はい、どうもバカみたいに愛したのは友高です。ついに来ました。ついに来ました。前ですね、鉄板混ぜそばですね、お隣ステーキの限定メニュー、動画失敗したんですよね。ついに今日来ました。食べる日がこちらでございます。ちょっと今ジュージューがちょっとなくなってきてしまいますね。それにですね、ニラキムチも入ってましたね。これはですね、もうお隣ステーキ限定ですからね、本店ではこれ食べられないんでね、ぜひこれうまいですよね。こんな感じで、やっぱ普通の混ぜそばと違ってですね、味が違うんですよね。ニラキムチも絡めてですね、こんな感じですよ。もうね、いやこれ乗せたかったんですけど、なかなかちょっと時間がなくてすいませんでした。やっときました。はい、チャーシューもあります。いやこれ熱々でね、うまいですよね。いやいやいや、来ました来ました、ついに。もうよだれが止まりませんね。来ましたよこれ、いただきます。うん、うまい。一応味がですね、醤油、塩、ソース。今日はね、僕ねこれソースで食べてる。めちゃめちゃうまいです。うん。うまっ。うん。ねえ、ニラキムチね。めちゃくちゃうまいですよ。うん。うまっ。腹玉ね、うん、腹玉もいいですね、うん、これはね、ラーメン屋ではやってませんね。体玉も、言ってもらえればですね、体玉も、お持ちしますんでね、ぜひね。いやこれソースね、僕大好きなんですよね。ソース混ぜそば、普通の、まあ、ソース混ぜそばはラーメン屋でやってますんでね。体もやんないといけませんね。体もね。うん。いや、これはうまい。うん。これはいい。やっぱソースうまいですよね、甘くて。うん、うまい。うん、うん、あうーやっぱ最強っすね、この辛玉とね。うん、うん、まあ、うん、まあぜひね、お隣ステーキ限定の鉄板混ぜそば食べに来てください。また味が違いますんで、よろしくお願いします。また。